はい、皆さん、こんばんは。テイスです。はい、皆さん、こんばんは。ワードです。2018年3月の19日、夜中の2時54分です。よろしくお願いします。この、枠は匿名枠です。自由にコメント書けるので、自由にコメント書いていってください。はい、キツネだよ。おはよう。おはよう、みんな。おはようございます。遅えよ、すいません。寝てました、疲れて。シャワー浴びて、ご飯食べて、放送開いたところっすね。はい、ワドツ、おはよう。おはようございます。ツイッター見てくれた？みんな。ツイッター。すごかったでしょ。15年前に買った、生まれて初めて買ったシルバーリングがあったんですよ。生まれて初めて買ったシルバーリング。で、指輪のサイズがね、薬指につける指輪だったから、もう今薬指にお気に入りの指輪つけてるから、小指の方に付け替えたいなと思って。シルバーってさ、使っていくと伸びていくんですよ。で、それをこう指輪のサイズ直しをして、こう X さんが磨いてくれたのがこれですよ。これ、わかる？鏡みたいになってるのわかる？画面が映り込んでるでしょ。正直ね、びっくりしました。指輪を切って溶接してくっつけてやってるんですけど、新品で買った時よりも綺麗な状態になった。これすごいでしょ。これびっくりしない？この輝き。これ4000円で買ったシルバーなんですよ。4000円だか5000円だかで買った、高校生ぐらいの時の年齢、17歳ぐらいの時に買ったやつなんだけど、もう輝きが違うの分かる？こっちのシルバーとこっちのシルバー、これはすごいよ。はい、どうもどうも。風船ありがとう。これね、ちょっと思ったんだけどね、仕事取れるね、これで。なんていうのかな、例えば婚約指輪とか結婚指輪とかさ、なんかいろんな、思い入れのリングとかあるじゃん。いや、同じ指輪とは思えない。プラチナかなと思ったもん。感動した、本当に。もしよかったらね、見やすいのはツイッターに画面、表示させてありますんで、ツイッター見てみて。俺のツイッターのトップページに、こっちのね、多分ね、写真の方が見やすいと思うんだけど、こっちが、俺が磨いた方ね、これ15年使ってる今の指輪なんだけど、これでもピカピカに磨いたんですよ、僕。自分が持ってるそのシルバークロスっていうやつで磨いたんだけど、もうシルバー歴、ね、20年近くになるとこうなるんだね。すごくない？で、正直ね、黒いところで撮ったんだけど、黒いところで撮ったらもうピカピカすぎて、このマットの黒さで逆に汚く見えるぐらい綺麗だと。だからこれちょっと板をね、やって、板を置いて、マス目の。どれくらい綺麗になるかっていうのをちょっと比較したんだけど、これ素人目でもわかるでしょ。で、シルバーのことだいぶ教わったんだけど、奥が深いよ。専用の磨く機械、いい質問だね。専用の磨く機械があるのかどうかね。職人さんの腕。それがもうすごいの。職人さんの腕。いや、バフ使えばただ綺麗になるっていう問題じゃないよ。それも全部教わったの。バフがあったり、機械があったら誰でも綺麗になるっていうレベルじゃないの。X さんが持ってる技術っていうのは。その磨き方によっても職人の腕が出る世界の。バフも使ってるけど、びっくりするのが、ハンドリューターとかも使うの。もう、すごかったよ。すごかった。で、みんなが売られてるシルバーって、新品よりも綺麗だって言ったの、俺。これ、本当の感想ね。ショップとかで売ってるの見たことないですって言って。あ、そりゃそうだよ、つって。
ここまで磨くのにすごい時間をかけてくれたんだけど、指輪を詰め直したりとか、ちょっと本気で、和道のだから本気でやってあげるよっつって、もうすごい時間をかけて見せてもらったんだけど、すごかった。それが、それね、何がすごいかっていうと、そのハイブランドとかの仕上げとかを仕事でずっとやってたのよ、その X さんは。だけどやっぱりその商売だから、こう単価を増やす、単価をさ、単価っていうか給料は、売り上げを作っていくために時間を早くっつって、工程をバーってやっていって、でその仕事の依頼が来た中でどれくらい妥協していくのかっていう中でやっていくわけですよ。だけど本気をかけてこうやって磨くと、要はショップで売ってるシルバーよりも磨きがかかるっていう、そういう世界だね。いやーすごかった。いやーこの人とパートナーになってもらえてっつうか、この人と仕事組めて本当に嬉しいなと思って、感動したね。ちょっと感動した。世の中にはすごい人がいっぱいいるんだね。 X さんと仕事できてよかったなと思って。はい、ワトツ。正直ね、画面越しじゃこの綺麗さは伝わらないよ。指紋がついたら一発アウトっていう世界だよ。技術があるってかっこいいよね。腕。腕だね。はい、ワドツ。あ、そうなんだ。ジョブズが惚れた研磨師、日本人なんだ。知らなかった。あ、全然知らなかったわ、それは。やっぱね、こういうね、技術って、やっぱ日本人がずば抜けてるんだって。外人にはできないんだって、これ。傷だらけの、ね、真っ黒のシルバーっていうかさ、黒くくすんでるやつとかあるじゃん。あれはそういうふうに凹凸のさ、こう凸の部分を黒くしてるのは、あれは加工なのね。で、傷だらけの真っ黒のシルバーもキラキラに戻せるっていうのを見せたの。要は傷がない状態だね。見てみてもらったら分かるけど、傷がない。要は俺が15年間プライベートで使ってて、生まれて初めて買った15年前のシルバー、しかも安物、4000円ぐらいの安物をやってもらったんだけど、それがこれね。俺が家でクロスで磨いたのがこれで、 X さんが仕上げたらこうなった。だから、なんつうの、もうどんなにダメな製品でもこうなるっていう、職人さんの技術があったら。これがすごくない？15年使ってるってさ、これシルバークロスで磨いて、これでもかなりピカピカにしたのよ、見た目では。でもやっぱりその深い傷とかさ、残るわけよ、使っていった、歪んでいったりとか。だからここ浮いてるの分かる、細かくね、やっぱり伸びちゃってたりとか。でもそのハンマーで叩いたりとか、その要は刀と一緒で傷を埋めていくのよ、叩いて。いや、これ本物だよ。嘘じゃないよ、嘘じゃないよ。すごいでしょ。いや、嘘みたいな話でしょ。いや、だから技術がすごいんだって、わからないんだよ。そう、埋めるっていうのはわからないんだよ。要は X さん独自で持ってる技術の。だからね、リスナーさんの中でも20年前のリングとかをちょっと直せるとか、これで、リングのサイズ直しと、もしもし。何？どうも、おどう久しも。ぶりです。何？余計言って。お元気ですか？
金梅の作らないのに語るな。いや、作りたい時に作るよ、金梅さんのリングは。指輪の爪を直したりとか全部で4時間ぐらいかかったね。教わりながら、俺がいろいろ教わりながら質問しながらだったから、4時間ぐらいガーッといろいろやってくれたね。いや、面白かったよ。だからもう、時間をかければかけるほどいいものは作れていけるわけじゃん。どこまでいいものをどう時間で作るかっていう。俺ヘルス行かないからわかんないね。ヘルス行かないからわかんない。誠っていう仮想配信者。いやー、そうだね。少しこの前かたして、まあまあいつもより綺麗なんじゃないかな。こんばんは。のんちゃんいないよ。のんちゃんとは別れたから。いやー、でもすごい膨大な時間をかけてるからね、職人さんは。シルバー磨いてるかどうかってどういうこと？でもね、俺の作品はね、この前も言ったんだけど、もう普通に放送のネタとかじゃなくて、普通に作っていこうと思ってて、仕事としてやっていこうかなと思ってるね。わからない人に何言ってもわからないじゃん。めんどくさくて疲れちゃうからさ。1個100万で売るから、俺のシルバーは。はい、ワード2。バーガーありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。卵味噌。ちょっと伸びるかなと思ったけど、今現時点で見てる段階では伸びなさそうな感じはした。ワッチ君っていうのが誰だか分かんない。ごめんなさい。誰だか分かんないです。こんばんは。いや、売れると思うよ、俺。100万で。買いたい人いると思うよ。まあ、買いたいか買いたくないかっていうか、俺が売りたいと思うか売りたくないかが問題じゃない？そうだね、部屋すっきりしたね、だいぶね。悪いやつじゃないくていいやつだかもしんないけど、いいやつが伸びるわけじゃないからね。なんかね、花火もらうことがメインになっちゃってるから。ちょっとなんか配信者として伸び、なんかちょっとダメそうだなっていう、改めて見てみたら。
だって利益上がるか上がんないかと俺別に収入困ってないもん 収入困ってないもん。なんでこんなアンチが多いの？わかんない。アンチに聞いて。ワード冷静だな。そうだね。医師の最近見ないね。いや、俺全然上から目線じゃないよ。20号さんが下から見上げてるだけでしょ。フラットな位置で物事語ろうよ。はい、ワード2。ハートありがとう。アイテムありがとう。バンドのイベントどうしようかね。オリジナル曲ってやつだよね。荒野と一緒にやろうかな。荒野とやろうかなとは思ってる。外配信しないね。のんちゃんとは別れたよ。そうだよ。というよりもね、配信はね、やりたいことっつうのはさ、お金になるかならないかを度外視してやるべきだと思うけどね。最初は食えなくて普通だから、こんだけ生主がいるんだからさ、みんな切磋琢磨して技術磨いてるわけじゃん。そんな甘い世界じゃないよね。こうやボーカルっつうか、ありだと思うよ。別にボーカルなんかドラムがやってもいいんだから。カラオケ配信やりたいね、またね。わかんない。卵味噌が俺のこと好きか嫌いか、卵味噌が聞いてよ。俺はわかんないよ。もう5年間ぐらい俺のこと見てるらしいよ、ロム線で。パソコンだって誰か書いたか俺はわかんないけどね。俺もみんなと同じ画面だから、どうやっても誰か書いたか分かってないね。こんばんは。バーガーありがとう。アイテムありがとう。はい、ワード2。ああ、いや、まあ、配信会が盛り上がってるからいいんじゃないの。楽しいじゃん。いろんなキャラクターがいて、人がいっぱいいた方が面白いよ。トムソーヤ池上さんも荒野とやりたいっつってんな。まあまあ決めるのは荒野なんじゃないの。そうだと思うよ。わかんない。ユーのんびりっていう人がボコボコにされたの。ああ、わかんない。配信見てなかった。ごめん。テレビ一切見てないね。テレビを持ってないから、ラブホテルに行った時ぐらいな。旅館とかそういう時はテレビゆっくり見るけど、テレビ面白いよね。はい、ワード2。ご飯食べたよ。断捨離、そうだね、だいぶ綺麗になったね。少しずつ片していこうと思ってて、結構いい感じだよ。部屋はね、心の状態だからね、綺麗に片していかないと。いや、引っ越しはしないよ、別に。この家にしばらくいるつもり。
あんまり場所を転々とするの好きじゃないから、同じ場所に住みたいタイプだね。スケさん捨てないよ、スケさんお気に入りだから。あ、お休み前に来てくれたの？ありがとう。ゆっくり休んでね。だいたいね、ここ新宿、西新宿っていう場所なんだけど、ここは6畳のアパートで6万円かな。俺とデートしたい。だって誰だか分かんないもん。狐枠だと46号さんが誰だか分かんないよ。ごめんね。誰だか分かんない人とデートはできないよ。あ、骨2本折られたの、かわいそうに。何かあったんだ。ああ、そうなんだ。眼底骨折。ああ、かわいそうだね。こんばんは。バガーありがとう、50号さん。高いよね。だいたいね、この辺はね、マンションの、まあ、7畳ぐらいの1部屋で、1K でだいたい12万とかする。そういうエリア。6万でもクソ安いって言われてるね。もう破格。6万でありえないっていうぐらい安い。ここは。ありがとう、おやすみ、52号さん。ハートありがとう。アイテムありがとね、寝る前に。ここは狭いよ。俺は眼底骨折はしたことないね。眼底骨折はない。46号さん、ありがとう。タイプなんだ。ヒマラヤに登るのすごいね。マジで。あのね、広角レンズって言ってね、ウェブカメラはこう横に広がるから、ワイドに広がるから、広く見えるんですよ、部屋が。マンケイで12万住める人いるのって、ここ人気エリアだもん。新宿の中では、西新宿は高級エリアで、お金持ちの人が住んでる、芸能人とか住んでるよ。はい、ワード2。いや、俺、あれだよ。あんまり配信見ないんだよ。別れたよ、彼女と。狭い部屋好きなんだよね、俺も。普通に芸能人いるね。だって、あれだよ。家から歩いて5分のセブンイレブン新しくできたんだけど、タワーマンションできて、多分ローラが住んでるね。昨日ローラいたから。一昨日か。ローラが普通にタクシー待ってたよ。この辺に住んでんのか遊んでたんかわかんないけど。芸能人腐るほどいるよ。いや、もう東京の人は騒がないよ。ああ、誰々だと思うぐらいで。パッと見て、ああ、高田純次だとか、ああ、誰誰だって。まあでも東京はね、収入がいいからね、新宿の方とか。ローラ、いや、抜群にもう、やっぱ芸能人は美人だよ。あと、職場のところで、ノーネンリナ、ノン見たことあるけど、とんでもなく可愛かったね。いや、もう、だから、品川庄司、いや、もういっぱいだよ、本当に。誰見たとかいうレベルじゃなくて、街に人種プラプラしてたら誰かしらいるっていう。柴田理恵か。ていうか、東京の人だと芸能人と知り合いっていう人多い。同級生とか。ああ、お笑い芸人さんいいじゃん。ああ、吉本あるね。ルミネね。吉本の本社もだって新宿じゃん。区役所の隣だもんね。やっぱ綺麗っつうか、まあ、壮絶モデルみたいな体型だよね。思ってたよりも身長は高くなかったけど。細いよね。遭遇しておおっと思ったのは高田純次さんかな。先生おはようございますって挨拶したら笑われたね。はい、わざつ。まあまあ同じ人間だよ。
どうして、特にまあ理由はないけど、合わなかったっていう。あ、新宿に会社があるんだ。いや、ローラは別にタイプじゃないかな。何サイコパスって。どこに行けば会えるか。なんで俺に会う必要があるの。ああ、でもあれだよ、横浜で25日にリア凸町やるよ。あの企画2、3時間、オフ会じゃないけどカメラ回してるけどリア凸できる企画やるから25日にあの横浜駅18時半に来てくれたら。戸田恵梨香可愛いと思うけどな。実物あんま可愛くなかった。はいはい、コメントありがとう。 昔から歯茎お化けだったちゃんと。ダイエリ顔がでかかった。まあ、芸能人の人顔でかいか小さいか極端な感じ、ね、髪型変えてないよ。バカプレゼントありがとう。東口か西口かまだ考えてないけど。バカありがとね。風船ありがとう。アイテムありがとう。ハートありがとう。彼女別れたよ。バカありがとう。支援、そうですね。アイテムいただけると嬉しいですね。もしよかったらお気持ち、アイテムいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あ、七尾絶対綺麗だろうね。実物の方が綺麗だと思う、七尾は。いや、のんちゃんから連絡ないよ。はい、こんばんは、ワド。ワドツ。のんちゃん別れたね。そうだね、ドレさんは今月いっぱい休むって言ってて。そうだよね、今日ドレさんに電話で起こされて、寝ぼけて、15分後ぐらいに電話を折り返しても電話出ないから。どれさん何なんだろうな、頻繁に電話かかってくるけど、あの人要件言ってくんないから、メールで要件伝えてくれないとモヤモヤするじゃん。何なんだろう。俺七尾綺麗だと思うけどね。七尾結構好きだよ。綺麗だなと思う。トレさんは入院はしてないはずだね。夜中の1時半に電話かけてきてるから家だね。入院はしてないね。まあ多分用事があって連絡してるんじゃなくて、暇だからなんか何やってんのとかだろうと思うけど、俺嫌いなんだよそれ。それだったらそう書いてほしいんだよね。暇だったから電話したわーとか、大した用事じゃないわーとか言ってもらえるとありがたい。かまちょかまちょ。のれさん、喉の病気。あ、喉は実際病気じゃなくて、声帯傷つけちゃってるみたいね。喉が荒れてる状態。それは本当だよ。いまだに多分喉回復してないから。要は、枯れてる状態が続いてるね。のれさん、女っぽいところあるよね。
卵味噌がお前のこと全然面白くないって言ってた。じゃあ見なきゃいいんじゃないの。なんで面白くないもの5年間も追っかけてんだよな。アホだろ。そうそう。いや別に大した用事ないのに電話かけるのはいいんだけど、大した用事なのか大した用事じゃないのか分かんないっていうの困らない。別に大した用事じゃなくて電話かけてくるのはいいんだけど、メールで済む要件とか大した用事じゃなかったよって一言入れてくれたらいいんだけど、その15分後に折り返して電話出ないっていうのが嫌だ、俺は。電話の嫌いなところそこ。メールとかだとさ、既読無視すればいいじゃん。 LINE とか別に要件が伝わったらさ、こっち側が用がなかったら返さなきゃいいから。だけど、その相手の都合で振り回されるのが嫌なんだよね。気になるよね。卵味噌って過疎なまぬしね。わかんない。妻には絡みないから別にディスってもいいんじゃん。面白くないものを見る神経が俺には分かんねえかんな。暇なのかな。羨ましいよね。面白くない、面白くないっつって見続けるの。暇なんだろうな。ラーメン、卵味噌って聞いて。面白くないものを何で見るの？面白くないものみんな見る？なんか配信者、過疎配信者。アクセサリーいつ頃できんのかな。捨て頃終わったら本腰入れようと思うけど、まあ俺は何だろう、自分が納得できる作品ができればそれでいいから、別に販売することが目的ではなくて、俺がその世の中にないもん、作品を生み出すアートだと思ってるから。だから何だろうな、別に作りたい時に作って俺が納得すればいいと思ってるね。だから100万円だよ、買わないでしょ。173号さん別に買わないでしょ、俺の作品。知らない。ツバニャンに聞いて。料理はね、するよ、全然。でも今日はね、食堂に食べに行った。アーティスト語るなって別にアーティスト語ってないんだけどな。別に叩かれたりっていうか、何言ってるか分かんないって感じだね。腹立った。 ありがとう。毎日の生活習慣を配信かな。配信ライフスタイルだからね。毎日やることって何ですかって。配信です。起きたい時に起きるっていうふうに決めてるね。ストレスかけたくないから、
睡眠すごく大事だから俺にとってね。決まった時間に起きるとか、24時間っていうサイクル、なんか別に地球の自転に合わせる必要ないと思ってて、起きたいだけ起きて、寝たいだけ寝るっていう生活をずっとしてる。 その方がストレスかかんないでしょ。なんか決まってないですね。寝たい時に寝て自由にやる。起きたい時に起きる。別れて寂しい。寂しいね。やっぱりね、1年半付き合ったからね、寂しいよ。瀬尾ちゃん、わかんない、誰だか。コメント書かない人は誰だか覚えてない。そう、5分後とかさ、1分後ですら予定を埋めたくないのよ。だって予定を決めちゃったら、その時別のやりたいことが出てきちゃったらさ、約束破ることになるじゃん。未来のことはあんまり決めたくないね。できれば暇だったら行くよとか、気が向いたら行くよっていうのが一番楽。バカありがとう。気楽、いや、寂しいよ、普通に。バカありがとう。あ、勝手に心配してくれてたの。いや、俺には時間ない。そう、背負っていう人、俺関心ないもん。見ない見ない。なんで興味ないものに時間割けるのかが分かんない。だって俺のこと噂をしてる人なんか世の中、日本中にどれだけいると思ってんのよ。言わすときはいいじゃん。疲れるじゃん。のんちゃんと別れたよ。言わすときはいいんだよ。シャカとペコはいるよ。嫁さんって結婚してないよ。 彼女ね。そんなに背負が背負がっていうのは、凸かけさせればいいじゃん。家で雑談やってる時は背負っていう人と別に話すよ。みんなが興味あるのは背負っていう人に、和道の配信でまた凸かけてって言えばいいじゃん。 LINE も公開してるんだから。俺から彼に関心ないよ。だって背負っていう人も何一つ俺知らないんだもん。知らない人のことに関心は湧かないよ。向こうからしたらね、話したことあるって言われても、俺毎日ね、数千人相手にして商売やってるわけだから、無理よ。覚えてらんないよ。何言ってるか分かんないしね。掃除とかっていうか、掃除は、なんだろう、のんちゃんやってないからね。大丈夫だと思うよ。有名な人なの？その瀬尾さんっていうのは。人気があるの？
彼女どうだろうね、できるかな。わかんないね。俺はあれでリスナーさんでも配信者でも家で雑談やってる時は誰でも凸かけてきていいよって言ってる。時計仕掛けのオレンジは俺見てるよ、もともと。ブルーとビッグフィッシュはだからいつも言ってるけど、コメント欄に書いても見ないよって、DM か LINE 送ってって言って、気が向いたら見るよって言ってる。そんな、わかんないもん。覚えてらんないよ。毎日ずっと話してるから。肉まんアイテムはお金にならないよ。無料で配られるアイテムはお金にはならないと思った方がいいかもしれない。買ったアイテムは俺にお金は入ってきますよ。有料アイテム。風船とかだと1個だとお金にならないから10個ぐらいで数合わせてもらえるとありがたいね。10個単位で。ごめんね、申し訳ない。瀬尾さんのファンの方申し訳ないけど、俺のリスナーとか俺とか瀬尾さんっていう人興味ないから、もう勘弁して。瀬尾さんの話したいんだったら瀬尾さんのその雑談たぬきとかでやって。ごめん、全然面白くない ストレスだ。セブンティーンやめた理由はタバコ吸ったらダメだからっていうのと、パソコン配信ができなかったからだね。給料は良かったんだけどね、契約の。はい、ワード2。のんちゃんの犬とか猫が元気かどうか俺は分かんないよ。風船ありがとう。風船60個ありがとう。はい、ワード2。先なんて分かんないじゃん。先なんて分かんないよ。未来のことなんか何一つ分からないよ。だから配信ね、仕事でやってるけど、どうなるかは分かんないね、正直。バカありがとう。貯金ないね。でもどうなんだろう。貯金ない人って多いんじゃないかな。不安定だよ。不安定だよ。実際、そりゃそうでしょ。自営業なんかみんな不安定だよ。はい、こんばんは。解放。風船ありがとう。そう。もともと普通の仕事ができないからこういうことやってんのよ。貯金ある？ 88 号さんいくらぐらいあんの？まあ花火とかもらってるからね、お金あるんじゃないの、カズ軍曹は。あ、日給っていうか、俺は時給3500円だったね。日給じゃなくて時給3500円で俺は契約した一番最初ね。でプラスアイテムのパーもらえたね。ああ、33で800万もあんだ。それはすごいね。おはよう。でもそれって33歳で貯金800万、多分上位層だと思うけどね。普通ではないと思うよ。日本のボトムで貯金ない層って33%ぐらいいるはずだから、33歳で800万ぐらい貯金があるのって相当優秀だと思うよ。どうだろうね、わかんないけど。
裏貯金ないよ。言ったじゃん。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。いや別にお金持ちだけじゃないよ、あの花火投げてくれる人は。まあでもね、俺に1000円投げてくれるぐらいだから、あの裕福な方なんだろうね、花火投げてくれる人は。いやだから続いていくかどうかわかんない。俺占い師じゃないし予言者じゃないから、ただやりたいからやってるだけだよ。もともとだってお金になってなくても続けてたわけだから、わかんないよ続いていくかどうかなんて。不確定なものを考えても意味ないし、俺はやりたいことをやりたいっていう、好きだからやってるっていう感じかな。みんなもそうじゃないの。うん、好きなことやるだけでしょ、やりたいことやるだけでしょ、普通だと思うけどな。メンタル強い。そう、いや俺メンタル繊細な方だと思うよ。いや俺金持ってないよ、ド貧乏だよ。メンタル強いか俺。スロットやめたよ俺。ああそう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 、パチンコの話でさ、確率が収束するっていう意味を俺間違えて捉えてて、機械割とね、確率の収束の勉強したんだよ。全然普通の人が考えてるの全然違うね。ほら機械割に近くなるっていう意味を分かってなかった。例えばさ、200回に1回当たる機械割、機械割じゃなくて確率ね、設定があって200回に1回大当たりしますよっていう台があったとして、その1000回転回して1回しか当たんなかったとするんじゃん。そしたら上がると思うじゃん、その後確率がその収束していって上がらないんだよね。あれ意味が分からなくて、例えば1000回回して1回当たったとしたらさ、確率が負けてるわけじゃん、200回に1回当たる計算だと。だからさ、その後当たっていくっていう風に考えるけど違うよね。1001ゲーム目も確率は200分の1なんだよね。それが面白かった。これはふわっちだね、うん、それ面白いなと思って。いやどうもなってないけど、そうそうそう、ワンレバーごとの完全確率だから、うん、モンティーホール問題とか頭いいね。モンティーホール問題ってあれ IQ がくっそ高い女の人が提唱したんだよね。で一回数学者に叩かれたんだよね、確率も分かんねえのかって。お前みたいな頭いい人がそんな初期数学の確率の問題もできないとかやめてくれって言って、数学者がバンバン叩いて、でそのIQ 高い女性が論破したんだよね、モンティーホール。まあパチンコスロットは俺は別にやってもいいと思うけど、俺はやらないってだけで。この部屋賃貸ですよ。
お疲れ様。旅企画も何も、俺今 Wi-Fi がないから外配信ができない。俺は一パチやんない。風船ありがとああ、人によるんじゃん。深夜庁とか20万とかかかってるけどね。毎月のランニングコストだけで。俺はそんなにかけてんのすごいなと思うけど。俺は普通の家庭、一般家庭と同じぐらい。だってね、上り回線でデータ量がテレビ電話みたいなのをずっとやってるわけでしょ、高画質の。1日10時間とか5時間とかテレビ電話やってたらそれくらいいくんじゃん。おはようございます。だから Wi-Fi5 個とか持ってる人とかいるからね、配信者で。電波が全キャリア持ってるとか。電波が絶対切れたくないっていう理由で。
初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローよろしくお願いします。いや、お風呂入るときっていうか、放送終わったり、外出ると、家帰ってきたら外すよ。寝るときも外すよ。風呂入るときは、ダメになっちゃうから、シルバーを。外す、外す。パワーストーンとか、革とかつけてるからね。アクセサリーは外すよ。シルバー作ってるよ。いや、本人の売名なんじゃない。この間相談したことからさらにまたややこしいことがあった。ごめんなさい。狐枠なんで、僕はリスナーさんが誰だか分かんないんで、もし相談の続きがしたい人は電話かけてきてください。僕の電話はプロフィールに LINE が書いてあります。配信初心者がまず閲覧伸ばすためにはどうしたらいいと思いますか？閲覧伸ばすために配信やるんだったらやめた方がいいと思います。はい、これ本当ね。閲覧のために配信をやってるっていうのがまずダメ。花火のために配信やってるっていうのがまずダメだと思う。喋ることが好きで聞いてもらいたいっていうところがスタートの人の方が向いてると思う。じゃないと人が集まらないと、自分を肯定できなくなるから。だからまず表現することに、喜びを感じないと無理だと思うよ。オンオフの切り替え、トリガーになってるかもしんないね。アンカリングとトリガーになってるかもしんない。花火上がんなかったらイライラ。いや、そんなことないよ。はい、アイテムありがとう。トマピケティ5000いくらじゃなかったっけ？本。5000いくらぐらいだったと思ったけど、5400円とかだっけな。トマピケティ。風船ありがとう。中古で2000円ぐらい。はい、ワード2。アクセサリーって普通の人とのアクセサリーの使い方が俺はちょっと違うかもしれないね。俺はお守りだと思ってるから。お守り。アイテム、身につけるものはお守りとして使ってるかな。一つ一つに思い出があるのね。何話していいか分かんないんだったら配信者向いてないと思うけど。他のことやった方がいいよ。中古だと2000円ぐらいで売ってると思うよ。ピンマイクね、ピンマイクにしてるのは、お金がなかったから安いマイクを探してて、安くていいマイクっていうのを探してた。で、それがたまたまピンマイクだったっていうだけで、これ2000円ぐらいかな。2400円とか。3000円切る値段で、高性能だし。
まあまあまあそんなに高性能ではないんだけど、3000円台のマイクにしては拾いがいいのね。だからいいと思うよ。まあ本当はね、俺はオーディックスかな、オーディックスって読むんだっけな、ちょっと待って、オーディックスだったと思うけど、オーディックスだね。俺はオーディックスっていうマイクが好きなの。MO3 っていうマイクが好き。事前授業でも奉仕でもないと思うけど、あんまり深く考えてない。はい、風船ありがとう。何のために？好きだから。喋るのが好きなの。シルバー、作業自体はやってないけど、勉強とかミーティングとか打ち合わせは頻繁にやってるよ。昨日もシルバーの勉強してて、昨日は磨きと指輪の爪、指輪のサイズ直しっていうのを勉強してたかな。あとはまあ作品のインスピレーションを求めていろいろな勉強してたね。ありがとうございます。声が好き？花火ありがとう。匿名さんありがとう。作るよ。シルバー作ってるよ。昨日もね、昨日は、パートナーの X さんの磨きっていう作業があるんだけど、俺が15年前に買った指輪を、ちょっとどういう風になるのかっていうのを見せてもらって、これのサイズを、これが12号だったのを9号に変えてもらって、ピンキーリングに変えてもらって、で、磨いてもらった。指輪のサイズを詰めて、で、まあ磨くとこうなるよっていう。これが分かりやすいと思うよ。すごくない？見づらいね。すごいでしょ。全然違うでしょ。これがこうなる。これが15年使った指輪なんだけど、15年使ってこれ磨いてあるんだよ。俺が自分でシルバークロスで磨いたんだけど、でその後やってもらったらこうなったっていう。全然違うでしょ、光り方とか。わかる？そのピッカピカでしょ。同じ指輪とは思えないでしょ。でまあその指輪を磨く時のメリットデメリットとか、いや鏡鏡、本当にこれが今つけてるやつなんだけど、これなんだけど、だからまあ例えばリスナーさんから思い出の婚約指輪とかさ、なんかこう、まあなんかこう記念のリングとかペンダントとかいろいろあるじゃん。でそれをこの新品よりも綺麗な状態にしてほしいとかさ、ピカピカに磨いてほしいっていう依頼が来たらやろうかなと思ってて。俺はね、どこで学んだって全くのど素人の状態で、もともとブランド持ちたいってずっと配信で言ってて、で X さんっていうリスナーさんと出会って、で、その人は、スタジオを持ってんのよ。シルバーの。で、そこのスタジオで一緒にブランド立ち上げようかって言って声かけてもらって。で、だから、全くの知識ない状態で、なんつうの、依頼が来た。
フォロワーの人数も関係あるんじゃないの？あれだよ、相談されたからさ、俺は自分の考え方を話しただけだよ。別にルールなんてないわけじゃん。その考え方も人それぞれ違くていいけど、和道はどう考えるのって言われたから、俺は閲覧を目的にするべきじゃないって答えただけだよ。別に人それぞれの考え方あっていいんじゃないの。スライブは、10年ぐらい前、もっと前、どれくらいだっけ、スライブ見たの？ 10 年ぐらい前じゃない？見たの。感想？オカルト。統合失調症の映画。5CD プレイヤー別につなげようと思ったらつなげられるけど、俺はつないでない。つなごうと思えばつなげられるよ。だってジャックに挿せばいいんだもん、インプットのチャンネルに。誰だってできるよ。解説本？21世紀の資本？いや、やっぱに本物見た方がいいと思うよ。トマ・ピケティが言ってることってそんなに難しくないから。すごくシンプルで、なんであんなに分厚くて情報量が多いかっていうと、データを取ってるの。ピケティがやった業績って大きく分けると2つあるって言われてて。で、まずは、一つ目が、200年間の先進国とかのデータ、古いデータを集めたって。これって時間をかければ誰でもできることだ。でも実はこの200年間それをやった人がいなかったの。思い込みでみんな想像とか理論でやってたけど、ピケティは証拠を出したっていうのがまず業績なのよ。20カ国ぐらいの過去200年間のデータを見て語ってるで、そのデータを提示してるから、だから本が分厚いっていうのが一つ。あとはそのピケティが発見したことね、論理で。二つ目、金融資本の方が、金融資産とかの伸び率の方が労働所得よりも高くなるっていう、これを発見した法則性で。実は過去、資本主義を肯定してた学者の一般的な通説っていうのが1900年代に言われてたんだけど、1900年代の学者っていうのは、資本主義は、どんどん時間が経てば経つほど、労働所得と、資本の所得があるでしょ、お金がお金を生むっていう、これが縮まるっていうふうに考えてた。だから資本主義をやればやるほど、その働いてる人は豊かになる。で、1900年代実際こうなったのよ。格差が縮まったの、簡単に言うと。だけど、ピケティが発見したのは、その過去の部分と20世紀とその19世紀、18世紀とかを調べてみたら、ただ戦争があったから格差が縮まっただけだっていうのを発見した。だから19世紀か、1900年代のデータっていうのは、これ間違ってますよっていう。戦争があったから、国が資本家からお金を徴収したに過ぎない。ただそれだけ。だから別に解説もいらないよ。
データは信じて読み飛ばしてもいい。データはデータだからね。データは嘘つかないでしょ。読み飛ばしてもいいっていうよりも、まあ、何が知りたいかじゃん。風船くれた人が、ピケティの本を買って何を知りたいかとか何を学ぶのかじゃないのかな。だから、俺本を読むときの、あれなんだけど、人間って本を読むときって、本を読むのが下手な人って100%理解しようっつうんだけど、本を多く読む人の特徴と人間の脳の特徴なんだけど、本の情報の、なんだっけ、3割ぐらいしか認識できないのが普通なんだよ、普通は。本一冊の中で30%も理解できたら普通なの。だからみんな読み飛ばしてるんだよ、本読みの人って。だから自分の都合のいいところとか自分が知りたいところを抜粋していけばいいんじゃないの。ステルスコメントは意味ないね、狐枠だからね。はい、こんばんは。マルクスを読んだことないって言ったらしいのが気になる。何？マルクスを読んだことがないのが言ったらしいって、ごめん、日本語が分かんないけど、誰が誰に対してマルクスを読んだことないって言ったっていうのは、ごめん、主語が分かんないわ。風船ありがとう。どういうこと？元気だよ。まあ、全然マルクスの資本論より読みやすい本だよ、21世紀の資本は。俺は拝金主義者は嫌いですね、111号さん。はい、わだつ。のんちゃんと連絡取ってないよ。放送にも来てないからわかんない。どうなんだろう。元気してるかね。心配だよね。別にその後何もないですよ。ちゃんと喧嘩したんじゃなくて別れたんだよ。
ご婦人のリスナーがご立腹。なんで別に怒られるようなこと何もしてないけど。なんかした？誰も怒ってないよ。頑張るよ。ありがとう。ありがとね。通常枠の方が良かったら通常枠やるよ。どっちがいい？どっちでもいいよ、俺は。通常枠やる？どっちが見やすい？通常枠にしよっか、じゃあ。いや、じゃあ90分になったらちょうど1時間半だから、一回枠取り直すね。オッケーオッケー。じゃああと15分この枠やるよ。はいはい、了解。あと15分じゃあきつねね。ありがとう。パフェありがとう。まあまあ連投はうざいよね。迷惑だよね。同感です。いや、俺は自分の意思でノリコと別れたんだよ。ニコ生やんないね、俺は。風船ありがとう。あ、ギター配信、なんかイベントが始まったんじゃないかな。イベントやってるからな。今。
都合の悪いコメントとか、拾いたいコメントしか拾わないよ。コメントってそういうもんでしょ。だからまあ、言いたいことある。どうしても俺に聞きたいって言うんだったら、凸かけてくれゃいいんじゃない。こうやって表示してるわけだからさ。ここに来る、LINE 公開してるじゃん。でしょ？あ、それでいいんじゃない？ああ、風船ありがとね。お疲れ様。なぜ？いやいや、全部話したよ、俺。YouTube とかに載ってるじゃん。特に別に理由ないよ。結婚はもともとする気なかったって言ってたかな。まあいいじゃん。詐欺じゃないでしょ。結婚詐欺っていうのは、結婚して詐欺をすることが結婚詐欺だよ。俺結婚もしてない、詐欺もしてないでしょ。 どこが結婚詐欺なの？結婚しない結婚詐欺師とか聞いたことないでしょ。何結婚詐欺って、本人が結婚したくないっつってて、俺結婚してないんだから、どこが詐欺なの？わかんない、鮫島さんのことは。財産なんか狙ってないよ、俺。もうわけわかんねえな、本当に。わけわかんねえよ、お前らの考え方は。だって俺、のんちゃんから別に何も詐欺なんかしてないもん。ただ別れただけでしょ。頭おかしいな、本当に。どうだろう、未来のことは分かんないよ。より戻るかどうかなんか知らんよ。なんでのんちゃんがかわいそうなのか意味が分かんない。別れてどれくらい経つ？もう3日ぐらいない？泣いてたからって、それはのりこの問題でしょ。いや、悲しいのはお互い様でしょ。なんで俺だけ悲しくないっていう前提なのかよくわかんないけど。じゃあ何？かわいそうって言うけど、
人のパソコン、彼氏のパソコン触って仕事道具勝手にブロック入れたりとかするのはいいことなの？違うでしょ。まあ、心配は心配だけどね。でもやっていいこととやっちゃ悪いこと、病気なんか関係ないよ。やっていいことと悪いことははっきりもう何回も伝えてるんだからさ。俺だって障害あるよ。あ、いいじゃん。俺が決めたことだから。しょうがないよ。俺は配信最優先だから。ワード218の、あ、ごめん、俺ね、ちょっとね、外出しててね、荷物届いたかどうかね、まだ確認できてない。っていうか、届いてないね。ごめんね。次枠行こうか。じゃあ、次枠行きます。次枠は、キツネ枠やめて、通常枠にするんで、ぜひ見に来てください。面白かった人はフォローしてください。よろしくお願いします。じゃあ、みんなお疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうね。次役見に来てください、ぜひ。お疲れ、お疲れ。大ちゃんって誰？あ、そうなんだ。わかった。184、了解。じゃあ、みんなお疲れ。お疲れ様です。また次役見に来てください。ありがとうございました。